どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。この YouTube チャンネルはどんな人でもあっという間にウクレレ弾けますよということで、めちゃくちゃ分かりやすいレッスン動画公開してますよ。さあ今日もレッスン動画取り上げていきましょう。今日取り上げたい曲は、もう童謡というかキッズソングというか、もうね、もう誰もが知ってる名曲でございます。この曲です。ドン、チューリップ、やっていきましょう。このチューリップ、ガズレレ、今ね、見ていただいているガズレレ YouTube チャンネル独自のですね、もう世界で一番簡単アレンジにしておる バージョンでやろうと思いまして、入門コード3つでいこうと思っております。ゆっくりやるんで、今日はウクレレ始めたばっかりの初心者の方でもできるアレンジとなっておりますんで、お楽しみくださいませ。さあ皆さん音楽始めましょう。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やったことないから無理とか不器用だからちょっと苦手という、そこのあなたもですね、あっという間にできるようにしている、もうすごいね、もう夢のようなね、ウクレレレッスンプログラムがあるんです。やってみたいなと思った方本当にできますからね、概要欄にすぐできるウクレレプログラムのリンクを貼っとくんで、ぜひ始めていきましょう。そしてね、このガズレレでね、取り上げてるレッスン曲ってもうね、2000曲近くあるんですよ。どうせ練習するんだったら皆さんの好きな曲でやった方がいいと思いますんで、皆さんのやってみたい曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと結構出てくると思いますからね。さあそれでは始めていきましょう。童謡チューリップ、もう世界で一番簡単アレンジバージョン、入門コード3つバージョンでゆっくりとやってみる。1、2、3、はい。やってみました。いかがだったでしょうか。コードは3つ、 C と F と G7 という3つのコードだったんですけど、このね3つの入門コードはですね、ウクレレ習ったその日に当日習うような本当に初心者入門コードだけですんでね、これ初心者の方もちょっとないけると思います。まずはですね、ちょっと楽譜を見てみましょうか。今映ってたのをまあ紙にしたんですけど、こんな風ですごいシンプル、G7、G7、FG、 このね、こんな感じで、これ今あの前奏という感じでやったんですけど、咲いたチューリップの花がてやっていって、こんな風に見ます。ワンブロック4回弾くわけですからね。で、後でちょっと解説しようと思ったのが、この C から G7 っていうのに行くのちょっとコツがありますね。ここもそう、 C と G7 でしょ、はい。ここのね、ちょっと初心者の方ここに突っかかるっていうパターンが結構見受けられるので、それを後で解説していこうと思うんですけど、はい、そのどの花見ても綺麗だなって、もう一回、咲いたを繰り返したというのが今のねアレンジバージョンになってます。これちょっと一時停止にして皆さんあのノートとかに書き出していただいてね、ご自分のペースでゆっくりゆっくり練習していく。キッズと一緒に歌うのもいいし、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌うのも素敵だと思います。まずこんな風に書いて、練習してみるのがいいと思います。さあさあ、じゃあコード、出てくるちょっとコードの解説をしていきましょう。今日出てくるコードは、この C と F と G7 というコードなんですけれど、これは初心者の方がウクレレ習った時に、その当日、
覚えるようなコードでございます。もう超簡単コード、一応おさらいしときますよ。 C はここです。 F はこことここ、はい、こう指立ててくださいね。寝てるとあんま良くないです。はい、F ですね。で、G7 がこの、こことこことこの三箇所なんですけど、F から行くとちょっとこうくるっと斜めに回転するといいよということで、ガズレレのレッスンでもやってます。C は下一本、F は斜め、G7 は三角形ということで、これはね、まあ、ガズレレレッスン動画、最初にご紹介したウクレレレッスン始めてくださいってところでやってもらいたいんですけど、概要欄に貼ってますけどね。今日はですね、この曲ね、C からですね、G7 に移るのがちょっと多いんですね。そうそう。C から G7 っていうのはこういう感じでちょっと行きづらいんですよ。ここのワンポイントをお伝えしたいんですけど、まず C を押さえているときに G7 行くときにこう行きたいんですけど、なかなかこう一瞬にしてね、初心者の方ね、狙えないっていうのがあるんで、ちょっとね、ワンポイントアドバイスとしては C を弾いて G7 行くときに、この3つ押さえるうちのどこか優先順位を決めるといいんですよ。例えばここだったらここみたいな、ここみたいな感じですよ。バッと行こうとするとちょっと慣れが必要っていうかね、A みたいな感じが必要なんで、こうやってバタバタバタっていう感じでもいいと思います。例えば咲いた咲いたチューリップの花、今わかった、バタ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 っていうのを意識してみるというの。いっぺんにパッと行こうと思うと慌てちゃうんで、順番を決める、自分でどこでもいいですよ。こうでもいいし。ちょっとそれを意識してもらうと C から G7 もあんまり怖くないぞということでございます。これは初心者さんだけが分かる。ちょっと慣れてくると、こういうのすぐできるようになるんですけどね。まずね、本当にやり始めた方っていうのはここにね、突っかかるというポイントがありますんで、ちょっとご案内させていただきましたけれども。まあでもこういうね、移動用とかってね、やっぱり楽しくてキッズともね、一緒に歌えるし、おじいちゃんおばあちゃんとも一緒に歌えるということで、ね、もう日本人であればみんな歌えちゃうわけですからね。はい、そういうことでガズレレではかなりのね、童謡とか取り上げております。あと、キッズソングもたくさん取り上げてますね。概要欄に貼っておくので、ぜひ見ていってください。楽しく音楽をやる。これ最高ですよ、皆さん。どんどんね、ガズレレ YouTube 動画活用していただいて、始めていきましょう。ちょっとご案内なんですけど、ガズレレはですね、2023年今年ですね、生誕10周年を迎えるわけでございます。そこでこのイベント開催決定してます。5月にですね、東京、名古屋、大阪でイベント開催です。ぜひ皆さん、もりもり盛り上がりましょう。一緒に参加型のイベントになってますからね。はい。詳細は概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さんチェックしていただいて、ライブハウスでお会いしましょう。今年のですね、1月7、8、9の3連休なんですけど、はい。これ、ポップアップショップ、G ラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。ララポート湘南平塚店さんで行われます。G ラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まず G ラボのウクレレ、ものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうっていうのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレではアプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そして
してあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひねいろんなもうグッズでねさらにテンションを高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。